にゃん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 。ネコラジメイクチャンネル。猫ちゃん、きなこが子猫と遊んでる、舐めてるよ。きなこの部屋いっぱい来るね。優しくしてね。弟だよ。弟好き？マミは寝てるな。きなこ先生、ネズミじゃないからな。カブちゃん全然前に進めてないけど。きなこ食べたらダメだからな。ママに怒られるぞ。アマゾンで言うと。うん、かわいい。今、普通のやつにしたら大丈夫ですか。じゃあ、チョキしてきてくれ。うん、手、手。ああ、そうね。どうした、めいちゃん。めめまんまるさん。大きくなったな。なんか外してやった方がいいかな。下から取った方が可愛いんじゃない。すごい、なんか頭がゆらゆらしてる。歌舞伎、頭が重たいのか。すげえかわいい。めい、落ち着くの。かわいいね。耳がめっちゃスコティッシュ。スコティッシュだよね。うん、ごめんごめん。
ちゃん、これは食べ物じゃないよ。豆。でかくない？豆、大きくなっちゃった。豆、気がついた豆大福じゃなかった。もう、大きい。あれ？柏餅もでかい。あー！すごい、豆大福食べにいろんなのが来る。まあ、食べてみたいぐらい可愛いからね。可愛いからね。うん、豆大福。うん？めちゃくちゃいい匂いするんだよね、猫猫つか。猫いい匂いしない？いい匂いする。匂いがすげえいいんだよね。今ちょっと豆大福を回しております。邪魔しないで。ああ、クーマ切った。どっちの豆を食べ？どっちの豆大福？すごい3匹に囲まれた豆大福。豆大福の匂いなのか豆大福の匂いなのかわかんないんだろうね。今ドヤーってしてんでしょ。なんでわかったの？わかるよ、そんなの。見なくてもわかるよ。やっぱり。うん。ただ可愛がられてるってことはわかる。豆、お兄ちゃんたち楽しい。みんなに構われています、豆たん。でもお兄ちゃんたち優しいよね。あー、豆たん。みんなすげえ優しい。攻撃してるの見たことない。そうだね。優しい。やだ、かわいい。でも、お皿からも出ちゃった。じゃあ、おしまい。ママんとこ帰ろう、豆と。ねえ、お兄ちゃんたちが本当優しい。じゃあ、この豆大福は私が食べます。おいしい。俺、じゃあ、こっちの豆大福食べます。じゃあ、メイヒに対して食べます。はい、次は歌舞伎が来るよ、みんな。こうちゃん、急いで。はい、乗っけて。重くない？ちょっとそっち向けしよう。カブタンと歌舞伎揚げ、ちょっと待って、めっちゃ重い。でかいよ、カブタン。カブタンと歌舞伎揚げ、でかすぎだよ。すごいかわいい。父ちゃん、メイが来たった。ダメだ、メイにお返しして。父ちゃん、メイにお返しして。すごい、朝から。あ、すごい。え、あら、綺麗。全体映んないかな。
二重にかかってるね。すごいね。綺麗にグルグルなってるのしかもね。そうなの。匂いがめっちゃスコティッシュ。スコティッシュだよね。うんうん。テーマ映画だよ。ちょっともうちょっと持ち方なんか。手伝って。めっちゃいいです。うん。不安なんだよね。うん。ああ、引きずり落ちてる。きなちゃん、餅好きなの？優しくしてちゃんと女の子なんだよ。やられてないかお前。こんにちは、うん、あ、ぐーちゃんも来た。まめたん、お目目が超可愛くなってる。まめたん、かわいい。結構美形じゃない？美人さんになるかな。あれ、灰色のさ、女の子初めてか。そうだよ、まめたんでしょ。じゃあこれが本当のシンデレラ。これが本当のシンデレラ。あら、あ、かわいい顔してんな。あー、ちむめがすごいですよね。この間はなんかちょっとまだ開ききってなかったもんな。うん、宇宙人みたいだったけど今可愛くなりましたね。じゃあ戻りますか。泣かない？みんな来たか。いっぱいいるの。いっぱいいるの。いっぱいいるね。いっぱいいるね。ミーティングですね。うん、なんかすごいいっぱいいるの。混雑してるな、クローゼットが。混雑してるね。何匹？ 1,2,3,4,5 5匹います。あ、でもなんかメイも優しそうな顔してるからよかった。うん、メイ今回すごい気立ってないね。うん、しんちゃんそこ言うとすっごい邪魔だな。お前のお腹しか映ってない。しんはでかくなったな。あ、子供がジャレジャレしてる。あら、戻っていきました。やっぱママ好きね。ミルクの匂いがするのかな。めいちゃんも、あ、めいじゃない、クーもかわいいかもしれない。どれわー